ぶりポテサラ、うん、うまい、ピーマンうまいらしいです。このホルモン美味しいね。ふわふわ。だって今ピーラーブチェンの食べてる。濃いお酒を頼んだの。調子してないか。赤ワインだよ。全然。あ、これ飲む？これ好き。これ好き。え？これね。話が聞いてるね。話聞いてるんですよ。いいわ、これ。結構人気らしい、それは。これでご飯食べれそうじゃない？わかる、わかる。めっちゃわかる。おいしい、美味しいよね、うん、これめっちゃ酒進む。元の油がいいのかね。そうなんですよ、そうそう、うまい。良質な油です。うん、いいよね、これ激美味しい。店主のこだわりで焼きそばだなって焼きもっともなんて。それは実際なんか青リンゴのエキス入れたりしてるんですか。たまたま青リンゴが演奏されるような。ああ、そうなんですか。度数もそこまで高くなりにくい、糖度がそこまで上がってないんで、これは夏いつも6月ぐらいにリリースされて。いいです。こっちは甘い香りがすごくする。欲しいよね。フレッシュさがあるの、今白はあまりなくて。ああ、そうなんですか。割とさっぱりして飲みやすいシリーズをちょっとこちらにミネラルあって。バランスよく飲みますね。これはドイツ、これもドイツブレンドしてて、これはかなり10種類ぐらいの品種使ってるんで、いろいろごちゃ混ぜでグビグビ飲めるような、レモンのピールみたいな柑橘になります。おすすめはどれですか。これは結構夏。じゃあ私はそれでアイさん。アイさんどうしよう。白血球しようか。もじられてしまった白血球が。乗せるとしたらめっちゃモザイク大変だよ。特別だ。やったー。ありがとうございます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 。ありがこっちを見せないと。もう入れちゃうこれか。乾杯。あ、美味しい美味しい。取れなかったらやばい。濃いでしょ。おかしいでしょ。そこまでやっちゃう。
91ぐらいの割り方してますよ、ね。ちゃんとしてない。すいません、中をいただけます。はい、毎回飲むスピードが。飲めない。ガバガバ飲めないけど、やばい。だからちょっとゆっくり話すにはいいんだけど、ガバガバ飲む。そうですね。おかしいでしょ、そこまでやっちゃう。知ってるこれ。知らない。知らない。昭和ですよ。そうですか。少ない終わりも。これってさ、煮込みが欲しいって言ったら煮込みだけってなる。あ、これだったのもつにゃもつにゃ。いいですよ。すみません、もつ煮いただいてもいいですか。わかりました。今日は入ってるの。よかったです。これ2杯目なのにこの辺に量やばい。見るだけでうっとなります。そうだ、いいですね。あったか煮込み。これはすごいですね。あ、ストップでお願いします。びっくりした。もう何やってるの。いや、言ったつもりで言ってたかな。ごめんなさい、ごめんなさい。違う。何してるの。大丈夫。まずは マジっすか。ルーレットみたいな感じで落ちるところがそこの自分の生きる道だと思うんだよ。ひどいな。なんでレッドプールがいるのかっていうのは分かった。飲みよ。